はい、こんにちは。また今回も素晴らしいギターのご紹介になります。メリダのポイソンですね。ポイソンというと、以前のこう過去の動画にもいくつかこう私上げてるのがあるんですけども、これ、今私のこの動画をご覧になっているユーザーさんの半数以上の方がこうスマホで見てらっしゃる。でこれスマホユーザーさんからお聞きしたんですけども、あまりこう過去のものになっていっちゃうとスマホだと閲覧がしづらいということでできないよっていうことをお聞きしたんですが、そうなんでしょうか。ちょっと私パソコンしか使ってないんで申し訳ありません、わからないんですけども、なんでまあ新たにね、こういうあの購入ユーザーさんが現れた時にその時その時で、新たにこう動画の方を上げさせていただくというような方向で、やらさせていただこうと思ってます。で今回、こちらのオーナーさんですね、これ岐阜県の N さんになります。で N さんなんですけども、私が販売代理店をやっております、カウォッチの C70 という、それもまたこう装飾の綺麗なギターなんですけども、それをお持ちのオーナーさんでもいらっしゃいます。今回2代目で、こちらのメリダのポイソンですね、こちらの方を、選択されました。じゃあ、もう一度これ改めてポイソンとはどういうギターなのかというのをね、皆さんの方にご紹介していきたいと思います。これももう装飾度とっても綺麗なギターになります。まずこちらのトップ材ですけども、こちらがイングルバンスブルースの単板、そして、側背面はローズウッドの単板になります。で背面のところにもね、これコンター加工が入ってるんで、それとトップ面ですね、非常に抱きかかえやすい。そしてこれがあのモニターホールになってまして、まあ、音の広がり感、こう耳にあの入ってくる、音色ですね、それが非常に綺麗な音に聞こえるという、そういうギターになります。そして、材質の方ではネック、これ見てください。これがもう本当にもうポイソンのシリーズの特徴なんですけども、メープルとローズをあの組み合わせて、これね17層になってるんですよ。もっとアップにしてみますか、わかるかな。全部でこれ17層ですね。でメープルを主体とした、しかもこれ1本の通しネックになってます。すごいですよね。もう本当に もうお金がかかってる贅沢な、仕様になってます。そして指板の方が、メリダが、新開発ということで、ね、やっております。シグマフィンガーボードというふうに呼んでたかな。これがいわゆるあの新しいタイプの人工指板、これを、採用してます。で、ヘッドの方の装飾見てあげてください。これ全部もう貝とウッドとの組み合わせですね。こういう綺麗なあの装飾になってます。そしてこちら、フレットのね、12フレットの下の部分に、これも貝とこう組み合わせた綺麗なこう装飾ですね。これの入っているのが特徴になります。そして、こちら、ロゼッタももう綺麗な装飾を施し、ブリッジの方もこんな感じで、こう綺麗な、キラーンと光ってますよね。こういう仕上がりという風になってます。で、各仕様ごとに違うんですけども、こちら今ピックガード貼られてないで、ですけども、付属で入ってます。でピックガードの種類に樹脂のタイプもあれば、樹脂とこう木製を組み合わせたものもあれば、その時その時のロッドによって微妙な違いがあるみたいなんでね、これちょっと今手元にないんだけども、付属であのピックガードの方ついてきてますんで、オーナーさんの方には一緒に同梱してお届けさせていただきます。で、あと、こちらの方、私の方の独自企画でこのね、エフェクトがかかる、OS1、これの搭載モデルと搭載なしピュアのモデル と、選べるようになっています。好みに応じて、ね、最近もうこれをね OS1 を選択されるユーザーさん結構増えてましてね、こう生音にエフェクトがかかる、綺麗ですよね。という感じです。まずこれ、ね、ちょっと電源の方は切って、まず生音の方で聞いていただきたいと思いますけども、こちら比較的のこう音色の明るい感じですね。そういう、響きを出すギターになります。じゃあいつもの定番コードでねやってみたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。じゃあまず E コードのジャランから、じゃあ定番コード進行で、
こんな感じになります。で現在こちらのセッティングの方なんですけども、オーナーさんのご意向でね、かなりこう現行の低いセッティングで合わせてあります。で、これで皆さんも知っといていただきたいんですけども、こちらネックがメープルでできてるんですね。でメープルでできたネックっていうのはマホガニーに比べて非常に丈夫です。安定性もあるんですね。で、低原稿が好きだっていう方には原稿を抑えやすいのがこのメープルネックの特徴にもなってきます。なんで今これね、ストロークでやった場合にはちょっと低すぎるかなっていう嫌いもあるんだけども、今はもうフィンガーをやるにはもう最高の状態。今こちらの方のローフレット、こちらのナット側の方も私の方で、セッティングを施させてもらってて、非常にこうバレコード弾きやすい状態にセットさせてもらってます。でね、これ中国製ギターの特徴なんだけども、これ皆さんにぜひ知っといていただきたいんですけどもね、多くの中国製のモデルというのはナットっていうのは接着剤を使っていません。ただ私のトヤギターのシリーズはこう、まあ、日本人の我々が使うんで、我々はね接着したいのが一般的なんで、それは止めてあります。でメリダのモデルの中でも接着してあるのとないのとあります。でこのシリーズは、接着はしてありません。これね、高級クラシックギターをお持ちのユーザーさんなんかもご存知だと思うんだけども、タイプっていうのはみんな未接着なんでね、要は接着剤を介さずに減圧によるその密着でこう振動をネックの方に伝えるという、そういう考えなんですね。で、このナット、ね、弦交換の時にポロンとこう外れちゃいますんでね、びっくりしないでくださいね。そういう風に作ってあるんです。これ接着してないと一つメリットがあるんですよ。曲に応じて、例えば今これものすごく弦高低くしてあります。ナットとサドルを2種類用意しておいて、その時その時によって高さを変えて、その自分の演奏したい曲に合わせてこのギターをセッティング合わせておくって、そういう切り替えができるんですね。そういうメリットがあります。それとあともう一つ、C コードを押さえる時、私みたいにこうやってね押さえる方とこう押さえる方と、2通りありますよね。で私はもうこういう風に押さえるんだけども、この押さえ方、時として一弦がこの手のひらに当たっちゃって一弦の響きを消しちゃったっていうことがありますよね。これここね、ちょっと軽く指を当てといて、これで動くんですよ。もうここ指当てると分かるんだけど、もう0コンも何ミリ動くんですね。そうするとこれ当たらなくなる。で今度弦がずれますから、6弦をこう親指で押さえる方、これがものすごくやりやすくなります。で行き過ぎちゃったと思ったら、今度またこっち側にね指を当てといて、これで動きます。これで自分の演奏しやすい位置に合わせることができるんですね。曲によって変えてもらってもいいです。それができるというのがね、これのメリットになってきますんで、また皆さんもよかったらこれチョイスしてあげてください。そして、こちら、もう最近のオーナーさん結構これ導入される方が多くってね、この OS1、 もう自然な生音にエコーがかかるエフェクトがかかる。でこの OS1 の特徴というのが、単にエコーがかかるだけではなくて、エコー、サスティーンですね、それとコーラス、そしてディレイ、この3つがかかります。でしかも自由自在にそれを組み合わせてセッティングができるわけですね。であとマイクの方がこのサドル下に、ピエゾのピックアップがついてます。でピエゾの音っていうのはどうしてもね、こう固くこうエレキみたいな金属的な音になりやすい傾向があります。そこでこれ本体のところにもこの中にダイナミックマイクが入ってるんですね。でここでそのマイクとピエゾとのバランスを整えて、ラインから出力、当然生音の方にも、これ今、両方かけてあるんですけども、ちょっと、ディレイがしつこいんでこれ少し切っちゃいましょう。ボタンがね、上から、Bluetooth、そして2番目がサスティーン、3番目が、コーラス、ちょっと一つずつやってみましょう。4番目がこれがディレイ、これもちょっと切っちゃいましょう。今これでサスティーンだけですね。じゃあコーラスでいきますよ。一旦このサスティンを切っちゃいます。そしてコーラスをギューン、はい、今コーラス最大になりました。この広がり感いいですよね。でアコースティックの場合は
この、先ほどの コーラスとサスティーンを同時にかけていただいて、まあこれちょっとかけすぎるとしつこくなっちゃうんだね。今動画で皆さんに分かりやすいように最大にかけてますけども、これをやってあげると、綺麗な音になります。さあそこに今度、よいしょ。デュレイを少しだけかけてあげます。これやると、タタタタっての分かります。で、綺麗な音色が出しつつ、最後はこの、マイクのバランスを整えてあげると、綺麗な音色をここの出力から出すことができるという、そういう寸法です。そしてこの OS1、もう一つね、最大の特徴があるんですけど、ちょっと今ね、私、スマホがもう全くね、おじさんは音痴なもんでできないんだけども、一番上のボタン、これが Bluetooth の接続のボタンになります。で、スマホの方からカラオケを流すと、これ、背面板がこれ、スピーカーになるわけですね。カラオケを流しながら、演奏ができる。歌が歌える。こういうことができるわけですね。これがもうこの OS1 の一番の特徴になります。もう一本ね、これ搭載しておくとなかなか使いでありますんでね。皆さん、前向きにこれ検討してみてください。よいしょ。で、長押し、これでオフになります。はい。という形で。じゃあ、こちら、ポイソン、のタイプ、まあ、このシリーズの中に、あとは、こう、側背面が、マホガニーを使ったモデルですとか、あとね、メープルを使ったモデルもあるんですよ。これは、私まだ皆さんには発表してないんですけども、そういったものも ありますんでね。まあ、ちょっとこんなのがすぐ欲しいなってなりましたら、当然、メリダさんのは、完成品として存在するわけなんで、取り寄せは比較的早くできます。また私の方でね、お声掛けいただければ、商品の、お取り寄せしたいと思いますんで、またよろしくお願いいたします。じゃあ今日はどうもありがとうございました。